産業計画会議とは、政財界の実力者、松永安左衛門が主催した施設シンクタンクである。主に経済問題を対象に、国家的政策課題に関して、政策提言を行った。電力王、電力の鬼と呼ばれ、財団法人電力中央研究所の創設者であり、理事長でもあった松永安左衛門が、戦後日本の再建を目的に主催した。 施設シンクタンクである。1956年3月15日発足。検討対象が国家的政策課題の規模であったことと、松永の人脈により、政財、官、学の重鎮が委員として参画したためその影響力は大きく、事実上の政府の諮問機関であった。検討は毎週研究会方式で進められ、現地視察も行われた。 検討成果の政策提言として、産業計画会議レコメンデーションの名称で16件の報告書を発行され、報道発表とともに、内閣総理大臣、関係大臣、衆参両院、関係省庁へ届けられた。電力中央研究所が、松永のブレイン役と運営を担当した。松永の死後、後継者がいなかったことから、産業計画会議は解散となった。 設立の趣旨を結成時の松永安左衛門の言葉から引用する。私が産業計画会議を思い立ったのは、各界の造形の深い方々からその知識と経験をお借りして、我が国産業経済の動向と産業拡大の規模について深い調査と研究を進め、日本の産業はいかなる姿のものにならなければならないのか、その理想的形態に到達するには、 いかなる国民的努力が結集されなければならないか、などについて、一応の目安と見通しを持ちたいからである。脱税なき税制の整備北海道の開発透明高速道路、明信高速道路、東京湾、アクアライン等の高速道路網の整備日本国有鉄道の根本的整備、国鉄分割民営化、国鉄バスの兼業多目的ダムによる水問題の 解決東京湾の大規模埋め立て原価償却制度の改善日本船売公社の分割民営化会運業の再構築東京湾横断艇の建設新東京国際空港の開設本州四国連絡橋の建設新交通システムの建設政府はこの勧告を受け入れ道路政策や税制についても予算に組み込み輸入エネルギーのための外貨の輸入枠を多く取ることになった 政府は1947年に北海道開発庁を内閣直属で設置し、国内の人口の北海道への移動と食料増産を目的として、北海道開発五か年計画昭和31年度で北海道の開発を重点的政策に掲げていた。本会議の第二次勧告はこの間の人口増の実績50万人に対して自然像43万人。 自衛隊の中屯による増が5から6万人で、人口移動の実績は1から2万人で成果が上がっていないことを指摘して、北海道開発の政策転換を求めたものであった。本韓国では、北海道開発の失敗の原因について、北海道を日本に残された人口規薄資源未利用の土地として開発するにあたり、北海道に適した産業の検討の不十分なままに、 食料増産を目的として、人口の移動と土地の開墾入植という農業本位が選択したこと、また農業の中でも、米作を主としたことが、農業の適地性と合わず、農家の脱落、離農を招くなど、産業発展を妨げたとして、計画段階のアプローチに原因を求めている。北海道開発庁はすぐに反論を発表した。 しかし中谷浮吉郎北海道大学教授は北海道開発に消えた800億円の論文を文芸春秋に発表し過去の政府の開発計画の誤りと第二次勧告への賛成を発表し朝日新聞毎日新聞北海タイムス等いずれも産業計画会議の第二次勧告に賛成する論説を掲載したこのため政府は 第二次勧告を受け入れざるを得なくなった。第二次勧告を発表する前に、松永は実際に北海道の開発状況を自分の目で確かめるため、鈴木定一、東、秀夫、関志郎、長山時を、井上茂を同行し、チャーターした DC3 型機で4時間にわたり空から北海道を視察した。 翌日も北日本航空のチャーター機で再び空から3時間の予定で視察したが、松永が自ら熱心に多くの視察位置を指示したため、予定の時間を1時間オーバーするほどであった。高速道路については、政府案の中央高速道がすでに進行していたので、産業計画会議と政府の間に政治問題が起こった。産業計画会議は、 電力中央研究所などから971人の延べ自民を動員し、実地調査をし、具体案として海外効果路線案等を提示し、第三次韓国の方が土地買収費が安く済むことや、より利用度の高い東海道を優先的に着手すべきだと主張した。この実地調査に基づく、第三次韓国も政府も受け入れざるを得ず、現在の東名高速道路、 名神高速道路が生まれた。第四次勧告は国鉄分割民営化の議論に国鉄の現役の総裁、常務理事、技師長も名を連ねたことから日本中に賛否を巻き起こした。松永は民間人の企業精神により企業性と自主性を強化し近代的、合理的な経営を行うことが鉄道本来の輸送力強化につながることを運輸省に勧告した。 しかし第四次韓国は政府に受け入れられず、国鉄は巨額の赤字を増やし続けた。最終的には1987年に分割民営化が実行され、鉄道網の経営という意味合いでは大きく改善したが、債務を引き継いだ日本国有鉄道生産事業団による召喚は立ち行かず、結局は国が債務を背負うこととなった。 日本は世界中で一番水に恵まれた国であるのに、利用法が間違っているために、農業用水、工業用水、飲料水とも不足してきたと指摘した。その原因として、各省、所管の勢力争いにより、地水、利水、水資源の総合的な統一見解が得られず、玉虫色に終わっていることを挙げた。これには、 具体的に膨大な資料が添えて出されたので、農林水産省は第5次勧告を受け入れざるを得なかった。高度成長期を迎えて、日本の工業生産力をさらに引き上げるには、多くのエネルギー源を必要とする。そのためにも国は真剣にエネルギー問題に取り組む必要がある。これは、原油輸入を自由化して、燃料を石炭から石油に変える勧告であり、 油主単自問題として、ジャーナリズムを賑わしたが、この実現によって旧電力会社は、電力設備の近代化を推し進めることができた。その結果、電気を安く使えるようになり、クーラーや冷蔵庫や、洗濯機が急速に、各家庭に普及した。東京都心の人口増加に対する解決策として、東京湾の3億坪のうちに億坪を埋め立てて、工場敷地、住宅、 交通の問題を解決しようとする計画であり、ネオ東京プランと称された。この埋め立て地の中に飛行場、貿易センター、環境用地、自動車専用道路を設け、これに対する工業用水、水道用水は、利根川から送水することにする。これを実施するには、政府、民間各50%出資の特殊会社を設立する。この費用の総額は4兆円。 実行にあたり調査費40億円は国家が負担するという巨大な計画であり実行には移されなかった。しかしこの段階で部分的に埋め立てが行われていれば成田空港問題や東京湾の左右埋め立てなどを避けられたとされる。東京は大部分を多摩川の水に頼り足りない分を相模川から取水していた。しかし都心の全港を水泉化した場合水が足りなくなる。 そのために、政府は1日も早く、利根川開発庁を政府機関として発足させ、利根川本流の岩本地点に高さ125メートルの沼田ダムを作り、これにより1975年中の水基金は回避できる。沼田ダムにより2200個の人家と1200ヘクタールの田畑が水没するが、これらは、足の湖の4倍になるコメント付近の 温泉地などと組み合わせ観光地の産業で吸収する。他に農家は赤木山麓に新しい田畑を開拓して収容する。またこのダムにより130万キロワットの発電所を建設する。この勧告は住民の反対もあり進展しなかった。タバコ、塩、小農、アルコール専売制度の廃止とタバコ専売公社を民営にすること、直ちに3つか4つの民間企業に 分割払い下げをして民営化する。特にタバコは100倍あって一理なしで財政的にはビールのように消費税を取り立てる。この勧告に対して1000はタバコ工作人が失業するなどと反対し続けすぐに実現しなかった。しかしこの勧告は1985年に日本タバコ産業が誕生に分離、塩は1996年に分離、 したことで現実になる。戦前、アメリカ合衆国、イギリスに次いで、世界第3位の海運国であった日本は、戦争によりほとんど全部の船を失った。その後政府は、計画造船策を取り1957年頃には、ほぼ戦前の水準に回復したが、海運業は無敗が続き、資金の焼却もできない状況にあった。この状況を放置すれば、 海運会は存立の危機に追い込まれ、日本の貿易に大きな痛手となる。海運業の最大の問題は、多大な金利の負担であり、これを改善するよう勧告した。この勧告に従い、政府は1963年7月に、以下の海運再建関連法を交付した。東京湾に伊勢湾台風級の風速40メートル、 高さ5メートルの高波が満潮時に起きた場合、江東区、墨田区、江戸川区、葛飾区、足立区は全部浸水し、台東区、荒川区、北区、板橋区、大田区、中央区、千代田区も一部浸水となり、被害額を約5000億円と見積もった。これを避けるために、川崎式更津市間に高さ5メートル、幅200メートル、海底28メートルの防潮堤を作り、 更津側はラキ川は 1km の橋梁川崎川は 1km の海底トンネルを結び、その一手路間はそれぞれ航路とする。これはニューヨークニュージャージー港湾公社を手本にして考えられたもので、空港、港湾運営や道路、都市経営の立案など、日本の統一されていない行政の欠陥の是正を勧告したものである。1957年8月に、 松永安左衛門は吉田茂元内閣総理大臣と相談し、この道の権威である、ヤンセン、ドロンカースなどを日本に招き、詳細な調査を依頼し、9月には両人から調査報告書が提出された。政府もその重要さは認め、建設省では検案事項としたものの、経費の事情で実現は延期となった。しかし、この勧告は、 1979年9月20日に東京湾横断道に形を変えて川崎市と木更津市をトンネルで結ぶ計画が建設省と日本道路公団によって発表された。また道路と併設する形で新交通システムが建設された。羽田空港の許容量が逼迫したことから運輸省は首都圏の真空港案を諮問機関の航空審議会に諮った。 1963年12月11日、審議会は1970年までに700万坪の空港を作ることやの3案を有力候補地として答申し、中でも富里が羽田空港や百里飛行場の完成上の影響を受けないことなどを理由に最有力候補とした。一方産業計画会議は既存の施設との調整や建設管理の問題にこだわるあまり十分な 技術的経済的な調査に基づかず、空港建設候補地が決定されようとしていることを、憂慮し、来たるべき超音速機時代のアジアの新しい中心的、国際空港建設について調査した。産業計画会議の勧告では、候補地の条件としては、優先度順にを上げた。さらに具体的な候補地としてを上げ、なるべく多くの候補地について、 技術的調査と経済的な検討を行うべきとした。また、新空港の開港は1969年までに使用を開始しうる状態になることが望まれるとし、新空港の建設整備と運営については、官業や公団でなく特殊会社方式の採用を勧告した。しかし、政府は下記の理由から、 審議会の答申を大幅に見直すことなく1966年6月に新東京国際空港公団法を可決し、同年11月に富里案を内定。さらに、住民の大規模な反対運動にあったことから規模を縮小して、国有地、公有地が多かった現在の成田国際空港の位置で新空港、建設が進められることとなった。なお、 新東京国際空港公団は2004年に成田国際空港株式会社として特殊会社に移行している。なお、この勧告は埋め立てによる空港建設を推進する河野一郎が松永安左衛門や春節業を営む小川一らに働きかけて出されたものだと言われる。関東地方の空港等周辺区域運輸省は産業計画会議勧告のうち 空港を可能な限り東京に近いところに建設すべきであること、空港は可能な限り大規模なものとすること、空港の供用開始時期をできるだけ早期とすることについては意見が一致しているとしつつも、以下の点において否定的な見解を述べている。東京湾内を候補地として想定した場合、東京湾横断定の建設が不可欠となるが、 横断引下げ計画は未だ構想の意気を出ず、その実現は予断を許さない。従って、これを前提として、新空港計画を樹立することは少なくとも、新空港の完成時期を大幅に遅らすことになるので、賛同しがたい。新空港の建設は共用開始までに4年間あれば、完成するという前提のもとに、昭和39年末あるいは昭和40年上期までに、 候補地を決定すればよいとしているが、このようなタイムスケジュールは、非現実的で到底実現不可能であると言わざるを得ない。東京東部内陸地域の気象状況が極めて悪いと述べられているが、これは気象庁予報部の見解と異なっており、独断的な見解である。東京湾内に候補地を選ぶために、航空管制常支障があれば、羽田空港を廃止すべしと主張しているが、 これは誠に無謀な見解である。航空管制上一つの空港の処理能力には限界があるので将来の航空旅客の大規模な需要を賄うためには東京周辺に二つ以上の空港がぜひとも必要である。このことは諸外国の主要都市の実例を見れば明らかである。今仮に大規模な新空港を建設したとしてもその空港のみによっては 将来の需要をまかなえないことが明白でもあるにも、かかわらず、羽田空港を廃止しようとすることは、非常識な意見と言わざるを得ない。現在の羽田空港は、都心から極めて近く、施設もすでに完備されており、国内専用空港として得難い貴重な存在である。これをいかに他の用途に転用するとしても、大きな国家的損失となることは必要である。 羽田空港の廃止後もう一つの空港が必要であれば、米軍の厚木飛行場を東京の国内専用空港とすることを提案しているが、これは航空常識から見ても適切な見解とは言い難い。厚木、立川、横田、入間川の軍用飛行場群は、互いに至近距離にあって、同一方向の滑走路を有しており、 一つの飛行場のごとく運用されているのが実態であって厚木飛行場のみを切り離して民海航空用飛行場に転用しても効率的運用は不可能でありかつ危険である。また短距離旅客の多い国内線専用空港を都心より4 0トル以上も離れた距離にわざわざ移すというのは本韓国の前提の趣旨と矛盾している。 将来のエネルギー源とされた原子力発電について当時多くの解決すべき技術的課題があった。政府に明確な政策を求めるとともに原子力発電技術の開発は国際協力が必要なので利害が一致する相手国を定め対等の立場の協力関係を構築するよう勧告した。また政府に今後10年間に5000億円程度の 原子力発電技術の研究費を要望した。上記の勧告のほか、経済企画庁の依頼による以下の調査研究を実施した。ありがとうございます。